はい、皆さんどうもこんばんは。神宮ゆうゲームチャンネルです。今回も FF16 の実況をやっていきたいと思います。前回はね、このフェニックスゲート、このではもうないか、フェニックスゲートで真実のありどころっていうストーリーをクリアして、クライブがね、新たな力を身につけたところで終わったんで、今回はその続きから再開していこうと思います。じゃあ早速やっていこう。で、右上に出てるようにイーストプールへ向かうって出てるんで、確かね、クライブの故郷にいたベアラーたちをシドの隠れ家に引き取れないかっていう確か内容だったと思うんだけどね。確かそれでね、戻るっていうので確か終わったと思う。なんか落ちてる。あ、ポーションだ。助かるー。あ、どうした、トルガル。トルガル、トルガル、お座り、待て、どうした、どうした急に走り出したら、え、これなんかイーストプールでなんかもしかしてあったのか。トルガル早っ早すぎだろ。なんだあいつあんな早く走れんだよいつもそれぐらいの勢いで向かってってくれよ。で、ここイーストプールの門だよね。めちゃくちゃ吠えてるじゃん。なんかあったのか。あいつめちゃくちゃ早かったな、今。あら、やべ、なんか、あ、開ける、あ、剣しまわないと開けないのか。あー、また両手で開くやつ。これいつも忘れてんだけど、何これ、これは、なんで殺されてんの、おいおいおい、てめえら何やって、つっついてんじゃねえぞ、あいつ。ちょっと待って、もういきなり戦闘なのかよ。何やってんの、こいつら。おい、どこ、ザンブレイクの騎士か。この見待ち襲われてんの、嘘だろ。バードック夫人は生きてんのかな、マジかよ。なんで皆殺しにされてんだ、おいおいおい、マジかよ、なんでだ。うわ、まだめっちゃいる。何やってんだこいつら。いや、もう怒り爆発だろこんなの。早速前回もらった半減化の力を使ってくぞ、おら、てめえら皆殺しや。ゲージが全然溜まってないとあれなんだな、あんまり長くはないんだな。いや、でもなんでこいつら皆殺しにしてんだ、イーストプールの人たち、どういうこと。いやー、届かない、落ちてこいや、ほんと。あー、攻撃もう飛んでるけ、だるすぎ。トルガルいけ、よし、トルガル強え。いや、とりあえずやっと片付いたけど、マジか、うわー、むごいことされてる。マジでマードック夫人生きてるかな、俺。マードック夫人に何かあったら将軍にマジ見せる顔ねえぞ、おい。こいつら本当何なんだよ、本当に最悪だな。対抗派、対抗派だと、どういうこと、それは村人、そのせいで、そのせいで殺されたな。またクライブさ、せっかく元気になったのに負い目感じちゃうじゃん、こいつら。それが目的なのか、もしかして。だったら使っちゃうか、これ半減か。よっしゃ、ボコボコよ。攻撃力も大幅に上がるからね、このモードは。マジで強い。思ったよりゲージ溜まるの早いな。強い。いや、容赦しねえな、こっちのセリフだぞ、おい。よっしゃ、片付いた。今度はなんだ？今度こ、え、ここもしかして夫人の家か？なんか、うわ、強そうなの出てきた。アナベラ陛下のご命令だ。アナベラ、クソクソクソ母親。あの村人ごと焼き尽くせ。あの母親マジでゴミじゃん。おい、あいつ殺すぜ、やっぱあの母親。母上ゴミすぎない、本当にゴミすぎだろあの母親。まあ、とりあえずまずこいつ、うわ強そう。こいつを倒すことに集中しなきゃ。危ねえ、うわ危ねえ。もうこいつなんかでけえ図体の割にはめちゃくちゃ動きが可憐だな。花がありやがる、こいつ。危ねえ危ねえ、なんでそんな早く動けんだよお前。トルガル、いけ、ナイスだトルガル。使っちゃおうかな、もうこれ。女
存しててもしょうがねえからな。よしよしよし、いいぞ、強い強い攻撃スピードが尋常じゃねえ。おお、すげえ、これともコンビネーション使えるんだ。乗せられるね。よし、フェニックスに変えた。あ、もう終わっちゃったのか。はい、終わんのが。よし、あー、これ入んなかったか。はっって勝てーよこいつ。あ、やばい、避けない、やばい、避けてー、避けらんなかった。うわ、なにそれ、なんかやばいの来た。あぶねー、うわ、それが避けらんだ。よし、避けた、ナイス。これからいけ、これから。さっき早かったあのスピードをさ、使ってくれよ、もっと。なんであんなに早かったのに今こんな遅えんだよ。攻撃回数も少ねえし。危ねえ、よーぶん、よーし、ナイス回避。でも温存しないでどんどん削っていく。よしよしよし、いいぞいいぞ。これフェニックスの系、あー乗せれるんだね。これマジっすか。あ、ダウンスタンド忘れてた。それで手数を稼いで、よし、オッケー。あとはもうゴリ押ししていくだけよ。倒せ、あー、か、削れきれなかった。トルガール、よし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 。あー、もうあともうちょっとなんだから。なんかしょっぱい倒し方しちゃった。それにしてもあの母親いまだにゴミすぎるな、アナベラ。やっぱあいつが実の母親でもやるしかねえだろ、あんなやつ。邪悪すぎる、あの女。13年前も企てたのあの母親だと俺は思ってるからな。窓口まで。え、マジかよ。嘘だろ。なんでこんな。だよ。マジかよ。あなたは。これは許せねえな。許せるやついる？いねえよな。アナベラ滅ぼすぞ。東京リベンジャーズ入れちゃったけど急に。え、なんかまだ来た。くそ、遅かったか。もしかしてガブか。あ、やっぱりクライム。なんでこんなとこいんだよ。何してんの、久しぶり兄弟。初対面はめちゃくちゃね、嫌悪なイメージだったけど、兄弟となるまで仲良しになったからな。もしかしてガブたちここを受け入れようとしてくれてたのか。ベアラーを受け入れるどころか村ごと潰すなんて。いや、ひでえ話よマジで。もっと早く手を打っていればこんなことにならずに済んだってのに。いや、ガブ、おめえは悪くねえよ。悪いのはあの母親だよ。おぶ飛んでいた。アナベラの野郎マジで許せねえ。奴隷の身にありながらクリスタルを用いずに魔法が使える、それは本来あってはならないものだと。歪んだ感覚してんな。どうしてみんなを、彼らが何をしたっていうの。いや、本当だよ。こんなことをして許されるはずがない。許されるはずがねえ、こんな大虐殺。あ、噛んじゃった、すいませんね。大事なとこで噛む俺。力にない。こんな大虐殺さ、許しておけんねえよ。でもロザリアでやることがあったんじゃ。いや、もう終わったんだよそれ、とりあえずは。あ、まだ終わってねえや。フードのやつを追うんだった。さっさとシドのところへ行って話をつけな。ああ、そういうことか。仲間に誘われてたろ。わかった。なるほど。なら早い方がいい。シドのやつ何か企んでたからな。あ、そうなの。ここの人たちはどうしたらいいんだ。でも全員埋めるわけにはいかねえよな。後のことは任せてもいいか。え、大丈夫かこいつらに。モブ3匹だけど。ああ、そうなんだ。いいやつらだな。頼む。いや、マジで頼むわ。マードック夫人が亡くなったのはちょっと心が痛えな。あんなに良くしてくれた人がさ、あんな風に残虐に殺されたら報われねえよ。本当に。ああ、すごい。すごいことしやがるぜ。ええ、誰だお前。やっと見つけたぞ。お前。一味目。何その弱そうな顔。ハゲかかってんだ。奴らの隠れ家を見つけさえすりゃクプカ様に取り立ててもらえる。ケフカ、カフカみたいな名前だな。こいつのなんか下っ端感強えな。
うわー、でもまあちょっとむごい展開だったな今回は。えぐかったぜ。まあずっと悲しみにはちょっと浸ってはいられねえから、とりあえずシドの隠れ家に行ってシドに助けを求めてみるか。こんにちは、久しぶり。傾く世界でシドのところに行ってちゃんと話をしないと。そうだな、あんなに大見え切ってさよならしたのにまたこんなにすぐ帰ってくるとは思わなかっただろうな、シドもな。ちょっと恥ずかしいな、それはそれで。シドから、もう戻ったの？ちょっと早すぎないとか言われなそう、言われない？大丈夫かな？あ、ジルがこんなところに。私たちもできることがあるはずよ。ああ、なるほどね。シドと話をしてみましょう。ああ、そういうことか。ジルもそういう感じね。オッケー、じゃあ。シドに話をしてみましょう、とりあえず。どういう方向で動いてくれるか。相変わらず賑やかだな、ここは。なんかすげえ、すんなり入ってきたな。生きてるうちは賑やかなくらいでちょうどいい。お祭り男だな、こいついいやつだな、ほんと。それで、旅の収穫はあったのか？あ、まあ多少はあったよ。なぜこの身にこの力が宿ったのか。意味も、理由も。あ、イフリートのドミナントとしては、覚醒したけどな。ただ、一つだけはっきりしてる。俺は火の召喚獣、イフリートだ。そうだな。これからそれを背負って生きていく。前回重複の儀も済ませたしな。いつの日か全ての真実を突き止めてみせる。ウルベゆらゆらしたからな、はい、前回。自分を受け入れることが自分を救う足がかりになる。ちょっと吹っ切れた顔にはなったよな。それがたとえどんな過去であったとしてもな。前は親父かよ。親父だったわ。別の意味だな。そうだ。それはきっと、人が人として生きられる場所を作ることなんだろう。なるほどな。俺はこれまで、復讐のためだけに、それだけのために生きてきた。自分以外の世界から目を背けてきたんだ。だが、現実を見て思い知らされた。人が人として生きることすら、普通に生きて普通に死ぬことすら、それさえこの世界では難しいのだと。それに気づいたからにはもう見ないふりなんてできない。インストプールでの出来事が償いのつもりか。クライブをこうやって、あ、な、あ、ね、ね、どうした？ちょっと、え？急、ドキドキしちゃったじゃん。これ何言おうとしたか忘れちゃったよ、今の。この毛を養う余裕はないぜ。知ってるさ。あ、そうだ。すっぱらかにされたからな、シドに。お前たちが仲間になってくれるなら、こいつが大真面目にできるってもんだ。なんだ？あ、でも、とりあえず認めてくれたんだ。よかったわ。ラブも言ってたな。何をするつもりなんだ。いやでもクライブだいぶ明るくなったよな。コートオリフレムに潜入。え？ザンブレック工具？マザークリスタルを取ります。とんでもないこと言い出したじゃん。マジかよ。いやマザークリスタルってこの世界ではさ、ないといけない存在というかさ、この世界が成り立ってるおかげでもある。のがマザークリスタルなんだけど、今後ろに映ってたのがマザークリスタルだね。いや、めちゃくちゃいいとこ住んでんだ。東部の田園地帯までもが沈んでしまったのだぞ。こいつら天下りか。ここ数年の黒の一帯の広がりは。こいつらなんか政治家っぽいな。このままではそう遠くないうちにこのコートにまで達するやもしれん。いつまで不毛な論議を重ねるつもりだ。お、なんか偉そうな人出てきたら。花なんか持ってんじゃねえよ。優雅に構えやがって。ゲイか、ゲイか、こいつがこの国の王か。ザンブレイク公国、手つかずの豊かな土地があるではないか、このすぐそばに。どこのこと言ってんだ。ロザリアのこと言ってんのか。それはもしやクリスタル自治領のことで。
一切の自治領ではございますが、彼女は各国間において不可侵条約が結ばれており、不可侵条約結ばれてる条約など平時にしか意味を持たん。いつの椅子投げな横に条約をここで聞けよとかして保身派ばっかりつまんねえ奴らだなと思ってるだろうな。黒の一帯に土地を奪われた民がこのコートに押し寄せている。田園地帯が黒に飲まれた以上、遠からず食料も窮するだろう。多分人口密度が上がっちゃうんだな。ウォールードから領土を取り戻すどころか、手ひどくやられ数多の将兵を失ったこの国難。ああ、そういえばウォールードと戦ってたね。オーディンとバハムートの戦いだったら。ご賢人が聞いて呆れる。何、五老星みたいなやつらか、こいつら。言い訳すんな、お前ら。神あっての国、国あっての我々。我々は奉仕せねば。なんかイム様みたいだな、この家系図。死の大地が国領を蝕むのなら、ワンピースかよ。民のためにそんなもの捨ててしまえばよい。あ、でもこの人意外と民のことを思ってるのか。陛下、どうかお考え直しを。それに比べてこいつら自分のことしか考えてねえだ。今こそ塩である。塩クリスタル自治領を新たな国領に。クリスタル自治領、グエリゴールの信託だ。他の領土を獲得するために戦争を仕掛ける気なのか。だが何から手をつけたらよいというのだ。資金の調達はどうする。となれば軍の支度も急がねばならない。ちょっとは自分で考えろよ。いいおじさんたちがよ。それにしてもこの人の椅子はなんでこんなに横に広いんだ。公園のベンチかよ。そこ本当に偉い人が座るところ。休憩所みたいじゃんそこ。いや、この人の息子が、確か、バハムートのドミナントなんだよね、確か。多分そんな感じがする。ディオンはどうしている。あ、そうだよね、ディオン。大阪海峡の砦に駐屯中にございます。ディオン・ルサージュだったかな。しかしながら、ゲートの命とあらば、すぐにでも戻られるかと。構わん。戦の傷を癒せと伝えておけ。またすぐにバハムートの力が必要になる。仰せの通りに。この人自身はさっき民のためにみたいなことを言ってたけど、実際どうなんだろうな。今まだこの段階では少し判断しかねるんではいるんだけどね。そのところを壊すって大丈夫か。ということはマザークリスタルが黒の一体の原因だとでも。え、そうなの。正気か。マジで言ってる。こんな悪趣味な冗談誰が言うよ。まあそうだよな、この後の世を呼んで。黒の一体は死の大地だ。このバリスゼアではエーテルとね、クリスタルがなければ生活できないって言われてるはずなのに。それも全てマザークリスタルが周辺のエーテルを吸い尽くしたからなのさ。え、そうなんだ。よくそんなこと調べ上げたら。長い間調べてきたんだ。こいつの情報もどっからなんだろうな。一応裏取ってんのか。そうだな。あ、根拠あるよな。クリスタル、誰もが使ってるこいつは、そう、エーテルを吸って魔法に変わるな。あ、そういうことか。なんとなくわかった。各国のマザークリスタルを削り出してんだろ。そうだよね。マザークリスタル自体も本質は変わらないってこと。エーテルを吸ってるってことか。マザークリスタルはただ巨大なクリスタルに過ぎない。どう教えられてきたんだろう。でも魔法を使う時とは違い、エーテルを吸い続けている。どこに流れてるかは俺もさすがにわからない。まあ、吸い上げたやつを。そうだよな、どこにやってんだろう。俺たちはそう教えられてきた。その教えが間違ってたんじゃないの。なんかシドの今の話にはね、説得力あったわ。クリスタルの加護として崇め、その加護をめぐり争い続けてきたのだと。そうだな、戦争ばっか起きてるからな。都合が悪かった。ああ、なるほど。偉い奴らはみんな知ってるのか、このこと。誰が。
アナベラとかか、ね、神様かな。クライブの母親とかそうじゃないよな。さすがにあいつはなんか頭切れそうな感じではないけど。だがベアラーは、あ、そうだよ。彼らやドミナントを救うんじゃなかったのか。もちろん続ける。ロザリア公国はどうするんだ。対処していくさ。しかしマザークリスタルを放っておけば、この世界は黒の一体に沈む。みんな死んじまう。マザークリスタルって各国一個ずつぐらい持ってるはずだよな。じゃあ5つか6つ全部壊すってこと？人が人として生きられる場所、そいつを作るためにもな。マザークリスタルを壊したところで、でも黒の一体は戻ってくるのかな。すべて、なかなかでかい計画。どうだ乗るか。このクライブはもう乗るしかないんじゃないの。迷ってるな。どうすんだ。もう一度クライブはあんたを信じてみよう。おお、乗るのか。剣を立てる意味はあんのか。クリスタルを壊すっていうことか。剣でそういう意志が込められてるんだろうな。なるほどね。ちょっとシドのこと信頼しきっちゃってるじゃない。まあ、俺的にはいい傾向だとは思うけどな。いやでも衝撃的だったな。大仕事だな。いや大仕事すぎだろ。支度をしなければ。あ、もう向かう準備するのか。マジかよ。カロン取引所、ブラッドソン工房で新しいアイテムを制作できます。ちょっくら休憩。そういうことか。じゃ一旦少しカロンと話すって一応物語上出てるから、まずは一旦話そうか。チュアス、ババア。今度はどこへ行くんだ。久しぶり。コート、オリフレムだ。サンブレイク公国の。お前さんも忙しいね。コートだね。ちょうど新しい品を仕入れたところ。ああ、助かるよ、ばあさん。見てきな。大したものはなさそうだけどな。お、アイテム、品揃え悪くねえか。何が新しいの入れてるだよ。カッコつけやがって。大したもん入ってねえじゃねえかよ。30秒間リミットブレイクゲージを上昇し続ける。これすげえな。一時的に限界を超えることができる良い。という。え、めちゃくちゃ使えるじゃん。これ2つ買っとこうぜ。1000円だし、安っ。めちゃくちゃいいやん。何これ。お買い得。これぐらいなら使えるのは。そういや、ここのところ、随分と荷が流れ込んでた。戦の準備してるってところかな。何かしでかすつもりかもしれない。だいたい兵糧を蓄えるときってそういうことだよな。詳しいことはオットーにでも聞いてみるんだ、ね。オット詳しいんだ。オットーって何だっけ。全然覚えてねえや。ここの仲間で知ってんのガブとグッズだけなんだよな。これオットーと話すって出てるな。ちょっとオットーに話す前に一旦タジヤでパパからもらったこの剣がどれが欲しい。強化できるか見てみよう。強化でき全然できねえ。何一つできねえ。作成もやっぱりパパにもらった衣装の方が強いね。この辺もなんか全然だな。あ、これは強いな。何これ。ストームクライってのを作るとウィンドシャドウ。こんなもん持ってたっけ。あー、あれか、マテリア系か。なんかこれ作っていくと強くなりそうだな。攻撃力15も上がんの。めちゃくちゃ強いな。魔法攻撃も上がんのか、これ。え？すげえ上がるな。これ作ればもう作れるけど、どうしようかな。もうちょっと武器に関しては、考えた時にちゃんと作ろうかな。多分これからね、いろんな武器作れるようになると思うんだけど、その辺でな、なんて言うんだろう。間違った選択をしないためにも、もう少し慎重にやろうから。無事で何よりだ。お、お父さん。まあ、ゆっくりしてけよ。こんな人いたっけ？忘れたな。全然覚えてねえわ。シドのやつがついにやるんだろう。そうなんだよ。マザークリスタルをボッコボコにぶっ壊す作戦なんですけどね。オリフレムに潜り込む。サンブレイク公国のオリフレームに。ああ、協力者から向かうってところだな。ザンブレクは先のベレヌスでの戦いでウォールド王国に負けたばかり。あ、そうなんだ。それなのに早々に。あ、そうだよね。そんなこと言ってたな。
人や物資が入り乱れて、オーディンの方が強いってことか。は混乱してる。確かバルバラスが治めてる国だよね、ウォールソードって。戦好きの神様を崇める国とは始末に負えんよ。とはいえまたとない好機だ。それだけ動きがありゃ潜り込むのはそう難しくない。歓楽街にでも入っちまえばまず見つからんだろう。問題があるとすれば、ノースリーチの関所か。ああ、ノースリーチはオリフレーム前の最後の関所だ。案の定通行が厳しくなってる。だからこいつを持ってけ。これはそこいらの通行証よりよく聞くお守りだ。ノースリーチに俺たちの協力者がいる。ストラスを飛ばしてお前たちのことを伝えておこう。あとはそのお守りを持ってりゃ向こうから見つけてくれる。うまく関所を通してもらえ。ありがとう、夫。念のため相手の特徴を聞いておきたい。通称マダム。マダム、とびきり美人の娼婦だからすぐにわかるさ。え、お金渡したら日和だよ。え、そんなに分かった。そんなに綺麗なのか。やれやれ、からかいがいのないやつだな。からかってたのかよ。その仏頂面も見られなくなると寂しい。うちのジルちゃんとどっちが可愛いかな。必ず。これはちょっと戻って楽しみだね。お、お前誰だ。こんなやついたっけ。なんか気になるな。協力者連絡窓口開放。あ、さっき言ってたやつか。で、協力者連絡窓口開放。シドの隠れ家にある協力者窓口連絡窓口を利用できるようになった。ここでは未受注のクエストを確認したり、受注場所周辺まで移動することができる。めちゃくちゃ便利じゃん。最高だな。こいつに話せばできるんだな。ガブに声をかけて。あ、今利用できないのか。あ、できるな。おや、あんた、どうも、オットーさんに教えてもらったクライブです。ゴーチェね。協力者連絡窓口へようこそ。初めて聞くやつだな。ここ協力者たちからの知らせをもとに各地で起きてる問題を取りまとめてるのさ。なるほど。あんたも厄介ごとの解決を頼まれることがあるだろう。その手の話は俺のとこにも集まってくるんだ。なるほどね。今どこ情報ででも問題が起きてるのか、そういうことが知りたけりゃ。お前の情報もすげえな。ハイテクすぎねえか。気分がいいもんだぜ。なんか SNS でも持ってんの。いいコミュニティでも協力をよろしくな。そんぐらいすごいことだぞ、この世界で。そういった内容一応ちょっとでも見てみようか。気になるな。どうぞ見てってくれ。はいはい。季節の紹介、未受注のクエストを確認できる。また受注場所周辺まで移動することもできる。なるほど。これはザンブレイク。あ、すげえ、広告ごとにちゃんとなってるんだ。すげえ。ザンブレイク広告。ここは行ったことあった気がするなぁ。あー、なるほどね。この辺は、でもまあ、動画撮ってない時にやってもいいかなとは思ってる。これはロザリアね。ロザリアとザンブレイクね。いや、すげえ。これ楽しい。面白いね。いいね。これ便利だな。めちゃくちゃ便利じゃん。これあればもう今後はさ、いちいちさ、サブクエスト探したりしなくてもいいんだな。で、一応ガブと話すって出てるんで、ガブと話してみようか。早速出発か。気の早いことで。また振り回される。もういきなりね、ザンブレイクに行くからな。展開が本当に早いね。え？なんでお前ら仲良しかよ。潜入するにはいい頃合いだ。ああ、ちょうど来やがったな。タイミングいいな。ドミナントだけで行く。ドミナントだけ？うちのトルガルは？戦をしに行くわけじゃないんだぜ。マザークリスタルは。ああ、そうなんだけどね。国の要だけに警備も厳しいからな。ああ、逆に目立つのか。大人数で行くとね。さすが切れ者は違うね、シドさん。最悪の場合、俺たちなら召喚獣になりゃいい。いや、でも結構血ヘド入ってたよ、シド。大丈夫か？俺はまだ力をつかめてない。ああ、そうだったな。なろうとしても慣れない。反権限はできるけど。ドミナントなら覚醒と同時に自然と使いこなせるもんだが。あ、そうなの？お前
前は事情が事情だからな。できるかもしれねえけどな。フェニックスの祝福がそれそんないいもんじゃねえんだよな。お前らの力もちょっとくれよ。剣の腕はロザリアのお墨付きなんだ。なら万が一にも自分の力で剣士としても認められてるんだ。まあマードク将軍に鍛えてもらったからな。足がつかないようにばらけて向かうぞ。え、マジで？シド一緒に行動してくれねえのかよ。なんだよ。遅れんなよ。え、何気遣ってくれてる？もしかして俺たちが手握ったの見たからってデートでもさせてくれんのかこいつ。もしかしてそういうことじゃないのから。トルガルは？あ、ついてきてくれるんだ。よかった。頼もしいやつだぜ。で、目的地がノースリッジへ向かうって出てるね。こっからがサンブレイク公国になるのかな。サンブレイク公国領にって書いてあるね。サンブレイク公国のさっき見えてたのってこれだよな、多分。ここがサンブレイク公国のオフなんちゃらってとこだよね、首都。で、そこに向かうのにまずはロストウィングに移動するってことで、じゃあ、早速入っていこうか。さて、どんな敵が待ちわびてるかな。あー、ここ懐かしいね。合流だったな。そうだったな。関所を越えるためにも協力者に会わねば。協力者に会わなきゃいけない。あれ、もしかして、あら、今ジルもいないの？もしかして。おい、なんだよ、ジルいねえのかよ。がっかりだな。マジで言ってんの？いないのかよ、ジル。悲しすぎだろ。こっちまでワープしちゃった方が早いよな、多分。目的地的には違うのかな。ドラゴニュー、ここに行くんだよね多分。ドラゴニュー平原まで行った方が早そうだな。ワープしてみようか。今800何メーターって出てたからさ、普通に移動しても相当遠いなと思ったからさ、一旦これで近くまで行ってみようかな。見えてきた。お、ここか。ノースリーチ。協力者のマダムは娼婦だ。ああ、娼婦だっつってたね。うちのジルちゃんとどっちが可愛いかな。えらいべっぴんさんだっつってたから。あれもうなんか出てんだ。この人か、もしかして。派手な服着てやがるな。このおばさんか？おばさんかってるかわからんけど。なんかすごいね。ああ、娼婦の割には意外とおかわいい胸してるじゃないか。あら、いいの？ベアラーが一人女を買おうだな。ああ、結構まあ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 とか上から目線だ。人違いだじゃねえよ。いい香り。私がこの花を好きだって覚えてたのかしら。何、どうした？香り袋か。シドよりも夫の方が。ビンゴだぜ。よっぽど女泣かせだったりして。あなたはどう？え、なんで知ってんの？お前ただの娼婦じゃねえな。やっぱりあんたか。もうびっくりさせんなよ。なんででもその情報知ってんだよ。私はイサベル。イサベル。ノースリーチの召喚、夜の帳の主人。なんかそんなっぽく言うな。シドのところの新入りさんでしょ？夫から知らせを受けたわ。夫、仕事できるね。ちょっとまだ心の準備が。俺にはジルってやつがついてるんだけど。協力を。シドとは。もしかしてシドもお世話になったのか？昔ちょっと大変だった時に助けてもらった。ああ、そうなんだ。シドが助けてもらった側じゃなくてな。この町の商売を続けていられるのも全部。何を助けてもらったかまでは言わねえけど。だからその仲間には親切にする。ああ、なるほど。それはどういう意味での親切ですか？あれ、あ、全然違ったわ。ここベアラ人。え、そうなの？決してあの門をくぐる。マジかよ。それは協力してもらわなきゃ困るな。でも私ならあなたを。え、そうなの？そんなに連れて行ってあげられる。内側の人なの？ベアラじゃなくてイサベラだっけ？どうやって夜の女王って何？
恥じないくらいのことはできるつもり。あ、そうなの？だから無事に石書を抜けたら。え、ちょっと近いんじゃないですか？距離が。一つ。私の頼みを聞いてちょうどんなお願いですか？聞く。そういう意味じゃないのかな。だどうなんだろう。ちょっとドキドキしちゃったよ。でも俺にはジルっていうね、初恋の人がいるから。なんだい、買うのか買わないのか。ここにもなんか物売ってたりすんのか。あ、なんか買えるじゃん。見ててちょうだい。なんかいいもん売ってる？また大地の喧嘩よ。これどこでも売ってんな。大したもんは売ってなさそうだな。この辺も別に大事なものだけど、お金としてそんなに使わなくても良さそうだし。また来てちょうだい。まあ、特に買えそうなものはなさそうだね、この辺では。まあ、だったら、とりあえずイザベルと一緒に敵将を突破することを、何をするつもりだ。やってみようか。そんなに不安にならなくても平気だから。娼婦ってそんなに身分高いのか。この刻印でおのずと知れる。あ、そうだよね。下手に隠すと怪しまれるぞ。別に隠す必要なんてない。なんか裏技あんのか。普通に言って普通に通り抜けるだけなの。本当に大丈夫？娼婦ってそんなに身分高いのかな。なんか失礼な言い方しちゃったけど。ええ、今晩の支度をしなきゃ。ところで、そうなるよな。そうなるよな。ああ、そういうパターンで連れてくのか。マダムの番犬とは羨ましいね。いやー、それほどでも、この後お願いされてることがあるんでな。羨ましいだろう。またうちをごひいきに。お前らもお客かよ。このスケベ兵士ども。お前、まさか。なんだよ。やんのか？ベアラーですけど何か。やっぱり、まあ、ベアラーかよ。またベアラー差別だよ。マダムに拾われるなんて運のいいやつだな。まだマダムんとこ通ってるくせに。ほら、さっさと行け。筆下ろしされてるくせに。生意気だなこいつら、本当に。本当典型的なゴミ野郎だったな、さっきの門番たち。顔見えないからって、ほら、匿名の SNS みたいなことしやがって。まったく。いや、こちらは冷えたよ、本当に。これくらいは簡単。これじゃもうお願い聞いてあげられないかもしれない。勤める兵士はうちの一番のお客だもの。そうなんだ。それにここは私の町。そうなの？罪さえ犯さなければ大抵のことはなんとかなるわ。さあ次は。ああ、出た。さっき何をお願いされるのかドキドキしたやつ。お店。お店についてからにしましょう。やっぱりそういうことなのか。さっきので肝が冷えたから暗い部のは協力するか。今日ノリノリだなお前。おい、使い物にならないかもしれないけど。召喚へ向かう。こいつ結構実はノリノリなんじゃねえの。実は暗い部はお前ジルってやつがいるだろ。わかったわ。お客様に粗相のないように。周りの人にも思われてるのかな。おかえりなさい、マダム。あれ、ただいま。あの人マダムのお客さん？マダム。みたいな感じにならない？大丈夫？遅くなったわね。周りの目気にしちゃうんだからクライブは。めちゃくちゃ離れてついてくや。クライブ。ここが私のお店。夜の帳。はなんかおしゃれな名前だな。夜の帳。召喚とかすごいね。ここで何のどんなことをお願いされるのかちょっとドキドキしてますけど、早速話しかけよう。石書を抜けることができた。改めて礼を言う。ありがとうマダム。おいおいおい、やっぱりそういう気なのかお前。ライブは律儀なのね。シドとは大きい。シド何したんだよお前。あんたの頼みというのは。いや、そういう頼みじゃないよな。片付くことならいいんだが。シドとお嬢さんはうちの子が順に案内する。あ、そうなんだ。石書を抜けるにはもうしばらく時間がかかるわ、ね。おいおい、それまで人探しをお願いしたくて。なんだ、人探しか。ですよね。少し前から
娼婦が一人。ちょっと期待してたよ。少しはな。壁の外側に出た様子もないし、何かに巻き込まれたとしか思えない。壁の中で起きた事件かなんかに巻き込まれたのか。わかった。やってみよう。ああ、でもどれぐらい。クライブいなくなってどれぐらいの時間が経つんだろう。これを受け取って、その辺も教えてくれねえから。ノースリサーチのイザベラからの信頼の、あ、信頼の証ってところよ。これで出たり入ったりエアラーが出できるんじゃない。持っておいて損はないから。多分そうだよね。私はこの後鉄の酒樽邸で用事があるの。ほう、何か分かったら知らせに。イベントコンパニオンでもやんのか。イベコンかな。マダムのなんだ、憂い、なんだろう。ごめんなさい、漢字が読めませんでした。いいか、トルガルはいるのか。ああ、 お前も入ってこれたんだ。よかったら。いやー、それにしてもまあいろいろ今回もドキドキだったね。一番もドキドキしたのはさ、ジルが急に手をギュッて握ってきたとこだよね。その時はびっくりしたわ、マジで。よしよし、かわいいなお前は本当に、トルガル。はい、ということで、まあ今回はこの辺にしとこうかな。時間もいいところなんでね。次回はこの続きで、イザベルにね、頼まれた依頼で、人探しのことをやっていこうかなと思います。ということで、皆さん長々とご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。